画は TikTok 空まで帰れません。日頃から TikTok 撮ってると思うんですけど、そうね、まあ、スイート16回メンバーとして一発で揃う、まあね、そうっしょ。あれ、あ、やばい、なんか眩しいぞ。うちって、うん、超有名インフルエンサーなわけで、うん、そうです、確かにここにいるっけ、僕たち。あ、こいつらが私についてこれないわけないじゃないですか。もちろんですよね。私たちが皆様に合わせられるかどうかがかかっている。そうですね。ミヤっぽいやつ出したいの。はい、ミヤっぽいやつ、はい、ぽいやつ、ね、了解いたしました。はい、わかりました。皆様、OK、準備よろしいでしょうか。あ、いいよ、いいよ。はい、レッツゴー。まあ、女王じゃないですか、私って。そこから入ると私って見ていただけたら分かると思うんですけど、結構上半身が多い感じがあるので、いや、若ちゃんは絶対に立ってる系、ダンス系来る、絶対に。でもメガンとミア合うかもしれない。あ、でもちょっと唯一ひなのちゃんと若ちゃんが関連してるやつがあって、私の TikTok にコメントしてくれてる人が あるんですよ、ひなのちゃんと若ちゃんが。だからこれを撮っていきたいと思います。さんは、さっき覚えたやつなんですけど、さっき朝若ちゃんと2人で覚えたんです。まあ、みんな今日この音源結構聴いてるんで、まあ合うかなみたいな。もうなんかミヤちゃんっぽいですよ、この曲。ミヤちゃんがこの曲やってたかわからないんですけど、でーす。ミヤ様に合わせるってなるとこの曲しかないんですよ、マジで。一発で揃っちゃいそうで逆に怖いです今。皆様待っててください、もう絶対に合ってるので。あの、すいません、まずいいですか、言いたいことがあります。私は取ろうと思ってたのは、なんとあのこの価格では取れません。あの、違います、無理です、これだと。おお、マジ絶対これなんですよ、絶対これ、これしかないんですよ、ご飯の中で。そんなんか座って撮りましたみたいな。立ちっしょ。オッケー、いきます。いっせーので。え、待って、22じゃない。え、なの。え、みやさんこれやん、だって。え、ねえ、うん、おいっしょだ、イエーイ。でもね、こっちたまやった、ほんまに。だってさ、二人さ、ツインテールのさ、投稿した時にさ、ツインテールかわいいって二人言ってくれた。あ、言った言った言った。だから、絶対にこの二人は当ててくれるよねって言ってたんだけど、この曲にミヤちゃん何回も反応してたからさ、そう、メガの最初買っちゃうと思ってさ、もうこれミヤちゃんに合わせる企画じゃん、もう全員でじゃないじゃん。ちょっと探ろう、ミヤちゃんにいかに合わせるかじゃん。そっか、ごめん、じゃああれしかないっす。サイト名、ミヤ、ミヤです、ミヤ。あれ、あれだって、本人はどう？え、何が何が？あれでしょ、本当に仲間割れなんだけど。一回、皆様、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございません。そのようなつもりはなかったんですが、間違えてました。ちょっとね、今ちょっとこの状態で若の足を書いてるので許してください。おい、何の許そうかな。ありがとうございます。じゃあ、無臭な若も許してください。無理です。次はマジ、これガチマジで合わせに行く。いや、今のなんだけどさ、じゃあ、ほんとマジマジ、お願いあれどうも、なんも届かん。あれです、あれ、なんも届かん。まあ、2巡目ということで、でもきっと私の音源の中から探してたら絶対に出てくるんですよ。で、若ちゃんがあれだよあれってやってたんだけど、どれかわからないので、まあ、私の好きなやつやります。よし、じゃあうちは終わりや。むずい。どうしよう、揃うか全くわからないんですけど、これでいきます。
この曲にした理由はまずミヤちゃんが踊ってたのと、ひなちゃんがさっき TikTok 撮ってる時にこの曲やっとったんで、もうワンチャンみんな揃うんじゃねって思ったんで、あおかちゃんはわかんないです多分知ってるから、だからこれにしてみましたけど、多分わかちゃんはネタ系で来る気するな。決まってないですもん、本当にもういいや、適当でここ最近バズってるミヤさんのやつにします。もうもうミヤちゃんのイメージが強いのはこれなんですよ、このこれなんですよ。もうわかんないじゃん。あ、待って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 、これにします。なんか今ピンときた、めっちゃピンときた。はい、これです。ミヤ様ごめんなさい、あの申し訳ないんですけど、あの無理です、わかちゃんとしか合わないと思います。今回もなんか今わかちゃんに合わせました。なんならわかちゃんとなら合います。さっきあんなに自信満々にマジミヤちゃんあれあれお願いお願いとか言ってたんですけど、なんと今見たところミヤちゃんのアカウントでその音源上がってませんでした。え、何をどう思ってあの曲をミヤちゃんだと思ったんだろうっていう感じなんですけど、新たな曲を見つけてしまいました。今なんと覚えてきました、振りを。これです、絶対今回はそれです。あ、これだって絶対ミヤちゃんのイメージあるもんね、これね。普通にこれ多分ね、今回若の予想なんですけど、ミヤちゃんと若が会ってわーってなって、まあ、メガンちゃんと、まあ、ひなのちゃんはバラバラだから若だけ結構多分救われるっていう結果になると思うんですけど、すいませんお願いします。どうもみんな、若はねミヤちゃんと当たってます。絶対これだよミヤちゃん、ごめんありがとう。いっせーので、これ外したやつはもうしばきです。これマジで揃わんかったらあもう疑う、マジ疑う。来ました、ありがとうございます。お願い3人、お願い3人、マジで帰りたい。まあうち決まってます、これ絶対おもろい系に走ってるって思ってるんです。私でもね、そういう時に限ってあの子絶対になんか真面目系に来るの、こういう感じで真面目系だけど、若ちゃん信じます。私あの子絶対おもろい系で走ると思っている。これじゃない、普通に考えてさ、これなんですよ。ですね。これはまあ若ちゃんの曲っていう感じなんで。なんか若といえばで私が思ってたのはひき肉なんですよ。これ。これか若がこれ振り付けしたんですよ。でトップに貼ってるんですよ。でもなんか若があっち行ってから。あ、やばい、あんなのもあった、あんなのもあったとか、なんか、あ、やばい、待って、絶対あれにするべきじゃなかったとか言ったんですよ。だから、これな気がする。じゃあね、ちょっと後悔してます。わかが後悔してるって言ったらみんなも後悔してた。ちょっと流そうになる。流そうか。ちょっとごめん、いや、ならない。じゃあ行きますよ。ちょっと待ってね。イエス。
せーのー、ま、いっせーのーで、ちょっと待って、じゃあ3人が一緒え、私最後の最後これともやってましたよね。本当に申し訳ございませんごめんなさい、分かった、立場になってもとか謝る人本当にごめん全然いい向こう行った時にひき肉のこと完全に忘れてて自分がそれを全力でやったことなんて全く覚えなくてもう振り付けしかなくねみたいな感じですごい自信満々にやっちゃって、向こう行った時にひき肉じゃね終わったって思って終わってましたマジでごめんなさい。わかちゃんふいんひき肉みたいな感じなんですよ、今言われたら本当にわかちゃんの振りで正解だったなと思うけど、これどうする、これどうする、待って、これマジわかが悪いわ、これマジわかが悪いっすマジで、ごめんなさい本当にごめんなさい。どうする、どうする、どうする、帰れません今、それするところ何する、わかちゃんだけお泊まりできる、今消しといてくれて大丈夫ですよ顔隠してください、モザイクです、あー、レンカットでね、モザイク、わかれ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 私たちから見ましょうか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした帰ります、帰ろうとしてる、残るってことね、幸せめっちゃ嬉しいありがとうございます、ガチで後悔してますガチで後悔してる、ここすごいよな、全部一緒、これもやばいね、イエーイ、まあ結構ここも分かったけどね、あ、一緒一緒じゃないけど、はい、ということで無理でした。さあリベンジしましょう。はい、はい、リベンジですね。はい、終わりましょう。はい、終わります。はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録。